ムンボーミュージックではお茶の水でボイス収録のスタジオを経営しております。今回はチーフエンジニアの佐藤さんにお願いして実際のボイス収録現場をお見せしたいと思っております。レコーディングスタジオ初めての方にとっては専門用語とかもわからないとか結構不安になっている方も多いと思います。しれっとなんか当たり前に使ってる専門用語とかありますか？そうなんですよね。で今回の動画ではですね専門用語というものも随時説明をしながらですね現場の様子をお見せしていくという動画になっております。レコーディングスタジオちょっと不安だなとか自分が使っていいのかなと思っている方々はこの動画を見て参考にしてみていただければと思います。それではどうぞ。はい、じゃあよろしくお願いします。ディレクションに入ります佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ムンボーミュージックの、バイノーラルを、PR する動画のナレーションになっているので、言い方とかを打ち合わせさせていただいて、はい、でその後ブース入ってもらってマイクのレベルとかをチェックした後に本収録になっていきます。はい、読み方の雰囲気だけ合わせさせてください。はい、企業さんに向けてのものなのでちょっとハキハキとした様子で言葉が伝わりやすいようにくっきり読んでもらえるとありがたいです。はい、ちょっと最初の2分をちょっと読んでもらっていいですか。はい、一体音響を収録できる世界最高峰のバイノーラルマイク KU100。 今私はこのマイクを通してあなたに話しかけています。はい、今割とちょっと優しめで読んでもらってるんですけど少し声前に出しちゃうような声出しちゃって大丈夫です。はい、ちょっともう一回だけちょっと試してください。はい、このマイクを通してあなたに話しかけています。はい、声の出し方これで OK です。はい、じゃあ収録の方よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっと読む姿勢で画面見えますか？はい、大丈夫です。はい、じゃあこれで、じゃあ次ちょっと、画面のタイムコードだとかキーボックスの説明に入ります。はい、こちらに表示されているタイムコードがこの台本にも書いてあります。だいたいこの秒数の位置で読み始めていただければいいかなと思うんですが、はい、ちょっと出だしが分かりづらいかなと思うところもあるのでこちらの方でこの上の Q ランプを光らせます。こんな感じです。はい、で Q ランプが光ったら、読み始める合図だなと思ってもらえればいいかなと思います。はい、ナレーションを撮ってる時の自分の声は、この Q ボックスから伸びているヘッドホンで自分の声を、聞いていただく形になります。はい、赤いつまみを上げると、自分の声の音量調節できますので自分が聞きやすい音量で聞いていただいて大丈夫ですので録音には影響しないので好きな音量にセットしてください。はい、はい、じゃあそれではマイクのチェックに入ろうと思います。はい、それではお願いします。はい、お願いします。まずマイクのレベルチェックからやらせてください。はい、練習だと思って一度ナレーション一通り読んでみてください。はい、それではお願いします。はい、お願いします。立体音響を収録できる世界最高峰のバイノーラルマイク KU100。 ちょっとコンプを突っ込んだが、リアルな環境音、あ、いいね、あ、いいよ、うん、普通のイヤホン、ヘッドホンで体験できます。ーメーターの振りが最高だ。よし、立体音響はムーンボーミュージックまで。はい、ありがとうございます。はい、そちらのヘッドホンバランスとか不具合不都合ありますか？あ、大丈夫です。はい、だいたいタイミング大丈夫だったんですけど、はい、最後の29秒からのとこだけちょっと入り分かりづらいのでこちらで Q ランプ光らせます。はい、はい、入りからそこまでのところは先ほどぐらいのペースで大丈夫なので、はい、つらつらと読んじゃってください。はい、じゃあそれでは一度本番の方を取っていこうと思います。はい、お願いします。はい、では回します。はい、立体音響を収録できる世界最高峰のバイノーラルマイク KU100。 立体音響はムーンボーミュージックまで。あ、いいね。はい、ありがとうございます。はい、では一度、頭から最後までちょっとプレイバックで聞かせてください。はい、はい、立体音響はムーンボーミュージックまで。エクセレント。はい、ありがとうございます。はい、すいません、一箇所だけちょっとリテイクをさせてください。はい、1行目のバイノーラルマイクの部分ちょっと流れてしまった、ちょっと滑っちゃったので、はい、その1行目だけをリテイクさせてください。はい、じゃあそこだけいただきます。はい、お願いします。立体音響を収録できる世界最高峰のバイノーラルマイク KU100。
エクセル、ありがとうございます。ありがとうございます。最後にちょっとプレイバックでチェックします、はい、ちょっと取り直したところだけチェックさせてください。はい、お願いします。立体音響を収録できる世界最高峰のバイノーラルマイク KU100。 パーフェクト、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、 OK です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。モニターだったりとかなんか不具合とか大丈夫でしたか？はい、めちゃくちゃ聞きやすく収録できました。ありがとうございました。ありがとうございました。データの方は今日は何で渡しましょうか？今日 SD カード持ってきたので、はい、こちらにお願いできますか？はい、失礼いたしました。じゃあこちらにお入れいたします。はい、以上スタジオのレコーディングの実演でございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、というわけでね、ボイス収録ちょっとお分かりいただけたかなと思うんですけれども、はい、画面が映ってそれに合わせながら喋る、はいはいはい、結構緊張なさる方も多いんじゃないかと思うんですけどね。そうですね。慣れてなかったりするのに、まあ、そのあたりも丁寧にね、エンジニアさんがね、ディレクションも、することができますので。多くのレコーディングスタジオはエンジニアが別料金になっている、まあ、別の方を入れてっていう形になってることが多いんですけど、フンボーミュージックではエンジニア込みで1時間6000円税別でお受けしております。というわけでね、あのボイス収録、いかがでしたでしょうか、ね、今後もですね、まあ、様々な機材の、レビューだったりとか、それからスタジオのね、情報の発信などね、やっていきたいと思っておりますので、概要欄の方にですね、スタジオのサイト書いてあります。予約とかもねできるようになっていますので、スタジオも、それからこの今後のこのチャンネルも、楽しんでいただけたらなというふうに思っております。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。